皆さん、こんにちは。こんにちは。なんか連日猛暑ですね。ほんともうしょうがないですね、もうね。大丈夫ですか？本当、この間ね、静岡県は浜松市で 41.1 度、最高最高だよね、はい、そうですね。でもここは朝夕は結構風が渡って、はい、まあ、丘の上ですよね。そうですね、涼しいですよね、でも汗かきますよね。かきますね。でもそれから何はいいんですよね。そうですね。ね。で、水分しな、まあ、水分補給ね、甘、はい、めにしないと。ね、うちはこれなんですよね。そう、今年はね、麦茶。はい。あのその煮出しのね。はい。うちで作って。夜間に作って。はい。で水に入れて粗熱を取って。はい。で冷やして。はい。でこういうペットボトルに入れて。でね。飲んでる。汗かくとミネラルが失われていくみたいですね。そうですね。そういう意味ではそのミネラルが豊富に含まれてますから、はい、水よりもね、はい、麦茶がいいということで、はい、糖分もないですもんね。ね、いいですよね。最近ね、麦茶飲めだったらね、食欲が結構出てきて。それはまずいですよ。食欲っていうかね、すっごい美味しく感じるんだよ。何かなと思った時に、やっぱ麦茶なのかな。食欲出ちゃうとね、ザーさん、まずいですけどね。はい。なんで私、下手すると1日2回作ってますよね、4リットル。4リットルぐらいですね。作ってますね。家にいるんですけどね。でも汗かきますね、結構。なんかさっき作ったかなと思うと、もう、あれ、ない。でも、いいです、ほんと、麦茶。はい。うん、うちはね、なるべくこうキンキンに冷えてるよりも常温のものっていうか、うん、ちょっとぬるいぐらいでね、うん、お腹に優しい。そうなんです。で、それで飲んでますけどね、はい、やっぱ昔からね、はい、夏はやっぱ麦茶ってね。そうですね、うん、やっぱいいなりのその理由があるんでしょうね、うん、ね、うん、なんでね、こう暑いですのでね、少しずつ水分補給、はい、うん、しながらね、皆さんも過ごしていただければと思います。はい、はい。で、今週は何を、なんか急な展開になりました。はい、もう8月も最後ですね。本当に早いですね。はい、ねえ。と、次はもう9月と。じゃあその8月の最後は何を、はい、北欧とマリメッコの生地。はい。今回1本だけなんですけどね。はい。でもいろいろと喜んでいただけそうなものをご用意させていただきました。はい。実はですね、ちょっとずっと長く長くかかってて、うん、やっとフィンランドから荷物も届いて、うん、あ、今いいなって思うものをすぐにね、ちょっとご用意させていただいたりもしましたので、ぜひ楽しんでね、はい、見ていただきたいと思います。はい、こちらはマニメッコはウニッコの生地になります。はい、生地質がね、ちょっと薄いんですよね、スカーフ用に。多分プロダクト用で、はい、スカーフなんかに使ってると同じ素材ですよね、うん、はい、ですからこの大きさですから、これです、半分でスカーフもいいでしょうか。いいですね。ストールのようにね、こうやってもいいですね。ね、これだけあれば結構、もちろんこう飾ってインテリアとしてもね、はい、いいですよね。はい、やっぱ元気が出ますね。出ますね。で、こうふわっとこうわーっと軽い生地ですね。ね、いいですね。なかなかこういった生地、ウニコでね、ないですね。ないですからね。はい。一応未使用ということですね。はい。はい、はい、じゃあこれは雑用係さんに紹介してもらいましょう。はい。はい、超レアですね。はい。メッツァンバッキーです。はい、マリメッコですね。メッツァンバッキーはなかなか手に入らないんですけどね。はい。いろいろとこうカラーバリエーションございますけれども、これは何ていうのかな。グレー。オリーブグリーンとグレーが入ったような、うんうん、薄い感じのね。はい。メッツァンバッキー。これはストーショップ初入荷となります。こうやってね、タペストリーのように飾ってもいいですね。いいですよね。多分なかなかもうメッツァンバッキー入ってこないですよね。入ってこないですね。なんかこう色的には夏に合いそうなんですけれども、はい、冬もね、なんかこう雪をかぶった木森みたいでね、
そうですね。そう、だからね、こう秋冬も使えますよ。なかなか僕いいなと思ったんですよね。で、実はこれが今回はなんと2枚あります。本当にね、埋めて入ってこないです。そうですね、はい。素敵ですね。素敵ですね。はい、おすすめです。はい、可愛いですね。はい、こちらはムーミンになります。はい。なんか秋の行楽みたいな感じですね。そうですね。ここにあのハロウィンがありますが、はい、これから秋ね。向けてね。秋冬におすすめのパターンですね。はい、これ2000年のデザインなんですよね。そうですね、うん、ここにちゃんと書いてあります、はい、これがワンリピートで 3リピートございますかね。はい、はい、これでタペストリー、あー、かわいいですね。いいですね。はい、はい、こうテーブルに広げてもね、可愛いですね。ね、なんかムーミンマンはベリーでしょうかね。ベリーですね。ですね。見てるだけでなんか楽しくなりますね。ね。こちらはマニメッコの生地で石本不二雄さんですね、はい、コインブラですね。なんか遠目にはタイルのようにこう見えるのね。でもなんか素敵ですね。素敵ですね。ここがカーテン仕様になっているということは、何かこういうふうにカーテンとして使っていたんでしょうか。使ってたのかなっていう感じですね、うん、いいですね。もう一つはコンディション違ったかな。ちょっとコンディションは違うかもしれませんね。はい、2枚ございますので、それぞれお願いいたします、はい。はい、こちらは北欧はスウェーデンの生地ですね、はい、ストローマっていう会社のね、生地なんですね、はい、はい、なんかこう水通しもしてないような感じです、はい、ただ真っ白じゃないんですよね。なんか薄いブラウンが入ってるような下地に、はい、ブラウンの波模様、はい、そんなのジグザグ、はい、そのままですね、ソインのジグザグ2枚ございます。2枚ございます、はい、ただ生地がコットンじゃないみたいなんですよ、はい、おそらく、化学繊維みたいなですね。そうですね、うん、はい、で意外とね、テーブルにあったかな。はいいでしょ。いいですね。スウェーデンの生地もね、なかなか入ってきませんからね。入ってこないですよね、うんうん、素敵です。はい、はい、こちらはマニメッコの生地でヘリウム。ヘリウムですね、はい、これも仕立てただけで、このカーテン仕様に仕立てただけで未使用ですね。はい、なんか張りのあるなんか生地ですよね、うん、以前にもね、ご紹介したことがあるんですね。再入荷ですね、はい、なんかグレーブルー系の感じで涼しげでいいですよ ね。はい、涼しげで素敵ですね。素敵ですね。はい、
はい、こちらはマニメッコはピッコロ、はい、はい、長いですね、はい、プロダクト用の生地ですね、はい、2メーター10ございますんでシャツとか作れますね、作りたい方、ヨカっぽいかと同じような、はい、ちょっとアレンジを加えてね、はい、そんなシャツとかお洋服作るのに本当いいですよ。ソーイング好きな方にはいいですね、うん、でまたね、それで残った生地でちょっとクッションカバーの一部に使ったりとか、ま、そうですね、ファブリックバッグなんかもこれ使ってますもん ね、いろんなもの作れますね、はい、はい、今度水通しされてない未使用の、そうですね、はい、状態ですね、赤い白すごいですね、やっぱりマニメッコって感じですね、そうですね、はい、はい、暑いですね、暑いです、こちらはマリメッコで色、はい、はい、石本藤雄さん作品ですね、はい、で希少なヴィンテージなんですけれども、まあちょっと見ていただけると分かるように、結構日焼けみたいな感じでね、そうやって生地はしっかりした昔のヴィンテージで張りがあっていいんですけれども、はい、そういうコンディションなんでプライスダウンで、はい、分けありでね、お届けしますので、はい、まあ、何かにね、はい、使っていただけたら嬉しいなと、はい、でも逆に気兼ねなくね、どこでも使えますよね、そうですね、素敵ですね、いいですね、はい、こちらはマリメッコの生地ですね、はい、はい、オディッセイアという生地ですね、はい、なんか色的になんか夏らしくてなんかいいです ね、うん、ね、でこの幅この長さのものでこれは1枚で作ってるんですが、はい、もう1枚ここら辺でつなぎ出るものと、はい、もうちょっとこれより一回り大きい生地で、ね、3種類ね、はい、ございますので何か小物制作にね、でもテーブルセンターしてなんか気持ちいいですね、いいですよね、なんか可愛いですね、可愛いですね、はい、はい、これは、マリメッコはマイアイソラの作品、1962年のカルフンサマルと、はい、ヴィンテージなんですね、生地がね、なんかこうコットンの殻も織り込んでる、ね、はい、熱風のあるね、味わいのあるもので、でなんか最初なんかこう退色差があるのかなと思ったんで、そうじゃなくてこの辺はこう密になってるんですけど、この辺ちょっと隙間があるんで、そうなんですよね、なんか濃く薄くが見えるんですけれども、これは焼けとか退色差ではなくてそういうデザインですね、はい、小物製作にいいですね、このカルフンサマル何回か販売しましたけど、水色は初めてなんです、初めてなんですね、はい、ちょっと希少ですよね、希少な生地です、ここら辺小物製作にね、いいですよ、いいですよ、はい、はい、で私のはペンツですね、はい、はい、白地に濃いブラウンの三角形、うん、ちっちゃいの可愛いですよ、うん、これもと久々のね入荷となります、うん、小物製作にぴったりです、ムイヤですね、はい、未使用でございます、もうすでに廃盤になってるカラーで濃いピンク、はい、濃いピンクにネイビーのドットのムイヤです、はい、小物製作にいいですよね、はい、はい、で私のも同じくムイヤです、はい、ネイビーに水色のドットですね、こちらも未使用になります、はい、はい、こちらも小物製作にいいですよ、はい、はい、
これはですね、オリーブっていうねパターンなんですね、はい、マリメッコです。多分生地がリネンかなんかで、キッチンクロス用のプロダクト用の端切れですね、はい、だからこのまま縫っていただければキッチンクロスとしてお楽しみいただけますし、ちょっとテーブルのセンターに添えるだけでも、あ、いいですね。ね、きっとオリーブの実なんですよね、これがね。うんうん。なんか可愛いですね。可愛いです。はい。こちらは久々の入荷でマリメッコで廃盤ばっかりですね。はい。小物製作にいいですよね、はい、この時期にブルー系いいですよね。いいですね。私の、はい、これねマリメッコなんですけれども、マリまでメッコまでは書いてあるんですよ、ね、ちょっとパターン名が分かんなくてごめんなさい。はい、おそらくヴィンテージですね。昔の張りのある、やや厚手のしっかりとした生地です。はい、ただなんか未使用っぽいんですね。はい、この辺のこう柄を使ってね、小物製作にいいかなと思います。うん、はい、で私のはマリメッコはウニッコですね、はい、イエローとライトグリーン、はい、こちらも未使用で小物製作にぴったりです。こんな感じでしょうかね。で最後の2枚ですね、はい、フィンランドのもう人気のね、はい、小花のハンドプリントみたいな小花のクッカ柄ですね、はい、で今回はベースがパウダーパウダーに白いお花ということで、これ小物製作いいですよね。いいですよね。ブラウン系と合わせても素敵ですよね。はい、で私の方はマリメッコはピッコロ柄ですね、うん、はい、こちらはヨカっぽいからさすがに端切れでしょうか ね、このまま来ました、うん、はい、ちょっとブラウンっていうんでしょうかね。そうですね、薄いブラウンに水色、はい、はい、こちらも小物製作にぴったりです、はいはい、でこれ店長のお洋服もこれ作ってるの、はい、ワンピースね。そうですね、こうかこういう柄でね、いろんなもの作れますよね。そうですね、あの最初の方にご紹介した大きな赤と白のピッコロ柄も、うん、はい、あのではなく本当に私たちの大きなワンピース作っても素敵かなって思います。そうですね、はい、はい、これとあと最後2つは、はい、クッションカバー、そうですね、ピロケース、はい、はい、カバーだけで中身ございませんので、はい、こちらはファンタンゴですね。なんかちょっと吸えたような、でもこれすごいいい感じ、なんかいい感じ、色がいいですね。色がいいんです、吸えたようなそのレッド系でいいですね。これ今でしょっていう今思ったんですけど、夏からですね、熱が入ってしまいました。いいですよね、はい、ね、で私の方はブーブーですね、はい、はい、脇坂和さんのデザインになります。こちらはマリメコの既製品なんです。これハンドメイド、そうです、そうです、はい、はい、ハンドメイドになります。でこの中の返しが結構この辺まであるんですけど、しっかりね、はい、してますね。どちらもいいですよね。いいですね、はい、はい、クッションカバーとしてもピロケースとしてもお使いいただけます。はい、はい、以上でしょうかね、はい、はい、実はこの夏休み、うん、雑用係さん大変だったんですよね。そうなんです、
どうぞ自分で。今回9連休だったんでしたっけ。そうですね、土日月曜日にね、お盆休み入って3日目にね、はい、窓掃除をしてて、ガラスクリーナーをね、はい、店長が入って渡したのを、上のキャップ持って渡したもんですが、完全に入ってなかったんで、スポンと抜けてね、で私の足の中指にここに起こったんです。で結構ね、満タンで入ってたから重かった。で見る見るうちにね、足が紫色になって、もうゾウさんの足に腫れちゃってね、そこにいて全治3ヶ月ね。で面白いんですよ、こう最初のうちはかわいそうだなと思ってこうびっくりしてもしょうがないなと思うんですけども、もう腫れも引いてるのに、今度あれ足はって言うとびっこ引くんですよ、急に思い出したかのように。でもそのびっこの引き方が逆の足なんですそれ違うでしょってね、で痛々しくも未だに湿布貼ってるんですけどね、湿布大丈夫なのって、ああそうそうそうみたいな、ちょっとね、こう見えないんですけど、今湿布を貼ってるんですね。全治3ヶ月でも骨にも異常なくね、一応ね、レントゲンでは何もね、なんかすごい不満そうですね、異常ないって言うんですけど、先生大丈夫なのかな、もうこう 目見えなくてなんかひび入ってるのに足は全治3ヶ月、まあ、我慢ですしね、大変だったんですよね。まあでもね、やっとこう夏休み終わって、はい、あの日常生活というか、こうやっと体が ね、 体がね慣れてきてね、ね、慣れてきて、はい、でもなんかそろそろ私もぐうたらまたしたくなる病気が出てきたよ。夏も暑いですからね。そうですね、まずはこの暑さが収まってくれないと ね、うん、ね、だから土日にはちょっと30度下回るかもしれない、ね、またその週明けにまた猛暑と、猛暑がないですね。はい、ということですね、はいすいません、もうね、雑用係さんのじゃだれに付き合ってるともう何もかも進まないですから仕事も家事も、はい、はい、ということでね、まだまだ厳しい暑さ続きますけれども、ね、うん、あの皆さんもね、あのぜひ体調には気をつけてくださいね、はい、はい、私たちも気をつけて、はい、また頑張りましょうね、はい、物落とさないように気をつけます。そうですね、はい、はい、それではいいですか、はい、はい、それでは今週もどうぞよろしくお願いいたします。